はい、こんにちは、ハライチッツ橋本亮です、今日もね、以前やったね、髪のセットをね、今日もちょっとね、もう一回やっていきたいと思います。それじゃあまず髪を洗っていく。洗いました。それじゃあ乾かしていく。この時期のドライヤー暑いね。はい、乾きました。サラサラ。はい、じゃあ乾いたんですけど、髪どうしようかな。まあね、みんな好きであろう耳かきですよ。おがめおがめ。どうしようか。それじゃあね、普段しないような髪型、まあ普段するんだけど、最近あんましてない。がっつり上げた髪型やってみたいと思います。じゃあこれにジェルを持ちました。これを手になじませて、で、ね、結構ライブの時もこうやって一気にいっちゃうんですよね。この辺か、この辺でこう手でこう回して、開いたらこれでここら辺の分け目持って上に上げます。よし、どうかな。できました。めちゃめちゃ簡単。はい、久しぶりのね、上げスタイルのセットですけど、どうかな。はい、できました。もしも見てくれてるメンズの方がね、いたらね、結構この髪型ね、俺好きなんでね、一緒にやりましょう。女性でもね、こうやって上げる方法あるもんね、多分。俺あんま詳しくないから分かんないけど。うん、一緒にやろうぜ。一回ね、静也くんがね、この髪型してくれててね、橋本ちゃんと一緒、つっててね。まあ、すげえ可愛いよね。尊いわ。可愛かったよ、その時の静也くん。うん。ぜひね、みんなもやってみてね。さあ皆さん、私は今何に乗ってるでしょうか。ああ、そうですね。いつもここにある椅子ではないっていうことは確かですよね。ほら、背もたれがないですね。さあ、何に座ってるんでしょうね。私がこの世の中で一番嫌いなものと言ってもね、過言じゃないんでしょうかね。では正解ですね。正解発表しますね。正解はこちらです。さあ、バランスボールです。皆さん、そこで速報が入りました。皆さん、ここで速報が入りました。なんと、私の高校3年生第1学期の、体育の成績、3でした。嬉しいね、これね。もうね、これ3点はね、これなかなか取れない数字なんだよね、これね。みんな知ってる、これ3点。これ3点に、これ普通にやってば3取れるんだよね、これね。普通にやってるか、もしくはちょっとね、悪い成績取んない3なんないんだよね、これね。もうどうしようね、これ。3になっちゃったって、これ相当大変なこと、これね。もうね。考えようがあるよね。ということでね、今ね、バランスボールでね、このね、バスケの練習してたんだよね。そう、バスケの練習でね、っていうかね、バスケのテストで3取っちゃったんだよね。フリースローっていうのかな。この、こうやってね、バーンってこうやって入れて、
こう30秒の間にこれブブブブブってやって何回入るかってやつなんでね。そうで俺のクラスは最高取ったやつが15回だったかな。15回、2秒に1回切れてんだよ。もうすごいよね。そうこれやったやつがいてね、で俺の回数ね、なんこれね2回だったね。これもう素晴らしいよね。で先生から5回以上取ってないとこれ成績つけられないって言われてんだよね。でここねこうねあんまり学校行けてなかったんだけどね、もうこのテストだけちょうど出ちゃったわけよ。ということでもう評価基準がここしかないわけだから、もうだだ下がり。これはもう大変だよ。みんなだからこう日頃からバスケの練習ってのはしといた方がいいよね。うん、そうそうそう、急にテストやるから、そうびっくりしちゃったよね。そう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 、ね、こうやってね球技苦手な人もいるからさ、あのバスケできない人も、はい、頑張ってさ、今日も元気に来ていこう。 Here we go。 こんにちは、井上美月です。今日ねたくさん動画が上がってると思うんですけども、まあ、バンク練習のとかの動画が上がってると思うんですけど、その次の日でございます今は。今日は、ゆっくり休めたので明日からまた頑張りたいと思います。今から、椅子の上で逆立ちをしてみたいと思います。安全には気をつけてしっかりとやっていきます。やめます。こんにちは、井上瑞希です。弱虫ペダルが今絶賛公開中です。クリアファイルもいただきました。僕は杉本照文という役を演じさせてもらいましたね。かけがえのない作品ができました。たくさんの人に見ていただきたいと思っています。ぜひまだ見てないという方は、見ていただいて、見たよって人はまた2ペダ3ペダしていただいて見ていただけたらなと思います。はい、こんにちは、皆さんどうも。はい、はい、ね、ね、ついに出させていただきました。8月のね、14日に、ちょっと予告ビデオみたいなの出させていただいたんですけども、改めましてちょっとね、俺と水木くんで曲をね、はい、一曲やらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。場所に行ったら言わない方がいいか。絶対言わない方がいい。言わない方がいい。場所に行ったら言わないです。絶対言わない方がいい。言わないですけども、ぜひね、楽しみにしていただきたいなというやつです。かっこいいですよ。かっこいいです。かっこいいと思います。自分でもすげーと思います。ね、本当に配信でしか見れないやつなので、これが反響あったら、だから次に第2弾は全然ありますよ。そう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 、本当にあります。俺らの信頼につながるんですよ、それがまんまそうですね、まんまつながるんですよ、皆さんの反応がね、はい、これで反応ゼロとなってくるとあ、この人ダメなんだってなっちゃって、次の可能性がそのままありますので、ね、皆さんリアクションっていうのは結構大きめに取っていただけると嬉しいですお願いします、ね。ありますか、なんか注目ポイントみたいな、曲自体の。曲自体の注目ポイントとしてはやっぱその世界観、雰囲気、はいはいはい、そしてやっぱ異質じゃないですか。そうだね誰ごめんごめん、同意が強すぎた、うん、そう、同意が強すぎた。そう、だから、ね、そこはやっぱね、ライブ全体のいいスパイス。そうだね、本当にそうだね、うん、自分で言うのもなんですけど、いい曲です。ぜひご期待ください。はいはい、今からあいうえお作文を、井上瑞希でしたいと思います。いつも元気ののんびり屋さん、ううは、嬉しい時は笑顔、笑顔いっぱい、みんなとずっと一緒に気合い入れて頑張ろう。はい。2、高橋優斗。よいしょ。おお、はい、ポイント高いよ。Yeah.
はい、どうも、俺でーす。さて、ということで。うっす、はい、ということで。それが挨拶なんだね。今回はですね、まず、このね、ここ防音室なんですよ、実は。なんで、普通の声は全く聞こえません。だが、私の大声で、これ皆さんに声は届くのか、そしてこの部屋本当に防音なのか、検証してみたいと思います。これ、防音じゃなかったら逆に問題ですから。ちょっと皆さん聞き取れるか、これは実験です。行きたいと思います。必見ですよ。行きますよ。じゃあ、行ってきます。どうでした？全然聞こえなかった。マジで？さすがだね。すごいね、この部屋。さあ、ということで、部屋は全く音が聞こえないということでした。さすがですね。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。